アヒル囲いとは、将棋の囲いの一つ。レーズのような飛車打ちの隙がない低い陣形に組み、裁きを狙う戦法。一種の奇襲戦法とされており、江戸時代からあるという、レーズの先手陣がアヒル囲いの完成図。組み方としては、先手の初手に6歩84歩25歩85歩296歩と、する。先手は普通78金と角頭を守るところを96歩に変え、 以下三二金二九七角と端に角を除く。続いて、六二銀二二四歩同歩同飛に三歩に六、一、と、飛べ先の歩を交換してから飛を中断に構える。なお、後手三二金のところで八六歩同歩同飛は、以下二四歩同歩に三歩で、先手必勝となる。二六飛以下、九四歩六八銀四一玉四八銀五に、金七九金三四歩三九金五四歩五八玉で。 完成となる。囲いが金と銀で構成した陣が、まるでアヒルの黄色い両足のような形を形成するのでこの名で呼ばれている。別名の五神主差しは、玉の両脇に並んだ2枚金の格好が、神前に備えるおみきどっくりを連想させることが由来とされるアヒル囲いは、プロの対局では見られないがアマチュアには割と人気があり、相手が一飛車でも振り飛車でも対応できる。 数一から1話に4歩同歩同飛に3歩3、4飛と先手が横歩取りに出たので、後手が9五歩とした局面。これには同歩同行に3一角なり同角、9五歩と2枚替えの順がある。ここで、後手が8六歩と敵の8筋突破を目指しても8四、甲がある。以下3三歩8に構成34歩8六歩となれば、先手優勢である。 大駒が打ち込まれにくい低い陣形を生かして、大駒交換を迫るのも、アヒル囲いの狙いの一つである。しばしば大きな駒損をしても、強引に大駒交換に持ち込んでいく。例えば、随力二のように八六歩同歩同飛と、飛車交換を迫る。随下八五歩三六飛三三銀七五角七四歩に、六六角とする。以下八六歩であると、 先手から八三歩同飛八四歩八二飛に三三角なり同角八六飛である。随一から三は、後手が棒銀から端攻めに出た局面。先手アヒル囲い側はまず、後手九五歩に同歩同銀と棒銀を端に誘ってから七五角と角を七筋に飛び出しこうで銀取りの逆先を取ることになる。以下八六歩では九五歩八七歩正八三歩。 同比84歩82比91構成、また84銀引きは同角でよく、以下99構成は7五角、84同比なら91構成である。以下はいずれも次の9六比あるいは2四歩同歩、同比2三歩9四比が狙える。他に7五角には9六歩があるが、以下9二歩同行9三歩同行9六、高同銀9三角なり同計、OK、9六比で、9二歩とからを守ると9四歩。 また、九四歩を嫌って九四歩同飛九二歩なら、八四後五二飛八三後正で、後手陣の一角は崩れ、先手陣は無傷のまま残る。隅香りが宝の持ち腐れとあっては、後手の苦戦は明らかである。図二から一の局面ならば、相手の飛車が七四飛であると先手は七六、飛として六六角と交換に持ち込む。これらの例でわかる通り先手は、 好んでの飛車交換と角捨ての荒行を連発するが、飛車や角行を渡しても自陣にはそれらを打ち込まれる場所がないからである。これがこの先方最大にして、無二の強みである。ただしこのように示した先手の指し手の中には、無理な手順も多く、後手の指し手も最善手が刺されていない嫌いがある。アヒルの弱点として手を作ることが困難であることが、挙げられる。 アヒルは攻め駒が、飛車確保だけであることが多く、いわゆる、誘いの隙を作る方法や大駒交換を迫る、やり方でも攻めるのは容易ではない。相手としては強引な手作りを防ぎながら、むやみに攻め込まずに陣形を整えていくと良いとされる。例えば上記の図1から3の例などでは95法、今少し後に戻し、74法7三金として、先手の7五角でを封じてから初めて、 九五歩同歩同銀と改戦することができれば、だいたい有利になるはずである。アヒル囲いは言えば不合子銀型、銀が、負の前に進む急戦型の先方には、比較的強いが、負内銀型、つまり、銀を、負の下に置く、時給戦形には丸っきり弱いことが知られる。このほか、後手は六二銀マイナス五四歩型の陣にして二六。 火の受け飛車に対し四四角三六飛後三角、同角なり同銀とし、三四飛ならば八六歩同歩同飛,飛と飛車先を交換するというのもある。こちらの方が自然流で飛車がなれるので、三四飛では二六飛として、八六歩を指せない指し方をする。後手もこの後二二銀から三三銀からじっくり行くのがある。瀬川昌司が天時代に団体戦でアヒル戦法を ある有名アマ競合にやられて頭に来たことがあったという。将棋は瀬川が勝ち、相手は仲間に怒られていたとし、この戦法は個人戦大会で指すことをおすすめするとしている。また、アヒル囲いは型が美しいけれど発展性がないので、相手は矢倉に組めば作戦勝ちにはなるとしている。ありがとうございます。